け、水上船に乗ってスカイツリーやいろいろな景色を満喫しようかと思ってます。まずはですね、銀座線に乗って浅草に向かいます。よいしょ、はい、浅草無事に着きました。いつもな感じのあの先頭車両からの早送りは撮れなかったんですけども、浅草駅じゃーん、ほい。とりあえずですね、11時30分が次の船だそうで、このあとすぐに向かわないと結構時間ギリギリな状態なので、船着き場に行きましょう。どうやって行くんだろう。おー、すごいですね、この浅草のシンボルが並んでますけど、スカイツリーにビール会社のアバットジョッキ、面白いね、あれ、多分あれだよね、さっき私がスカイツリーの方指差してた方、ほらこれ見えますか、水上バスって書いてある、あれですよね、多分そうだよね。だいぶ回り道しちゃったようで、11時30分の船には絶対間に合わないと思います。東京クルーズさんの水上バスになります。もう間に合いません。なので11時30分の諦めて12時10分発のやつになります。じゃーん、はい、買いました、やった。あと30分ぐらい時間あるので少しブラブラしようと思います。よかったな、と買いました。なんか眺めがすごいいいですね。おー、すごいすごいすごい。すごいいっぱいの鳩がいますね。白い鳩だ。あー、やばい。もう落とされないかな。え、なにこれ、なんでこんないっぱいの。あ、すごい、近くで見れる。なんだか人に慣れてる感じがしますね。かわいい。上に泡が乗ってるやつ。よくですね、あのちっちゃい時にお父さんに、あれがうんちビルだぞって言われてたんですよ。なんだか浅草らしいもの食べてみたいですね。食べたい。どこに行ってんだろう。半分に切る。半分に切った方が良さそうですかね。切って、置いて食べると食べやすい。はい、お願いします。やった。何、自分でこのカメラ持ちながら。そうなんです、うん、いい感じでしょ。いい感じ。美味しそう。金系だから。わあ。モデルさん？全然違います。言われない？全然。ありがとうございます。はい。やったー。ああ、美味しそう。シルクスイートだそうです。トロトロとろけるお芋さんですもんね。やった。食べよう。いただきます。美味しそう。わーい。うん、うん、あったかい。美味しい。髪の毛がボサボサになっちゃうけど美味しい。すごい美味しい。とろける。うん、焼き芋もお腹いっぱい食べました。なので早速水上バス乗りましょう。10分前に到着。よかったよかった。これに乗ります。12時10分発の日の出桟橋までできます。お、結構人並んでるね。やっぱそうだよね。Thank you.
ですね、川の真ん中から見る景色は。うわー、いいね。来るみたいです。とりあえず新橋に戻ります。こんな感じにナッツとベルギーチョコとチーズケーキが重なってます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになったのでそろそろ帰ります。また次の動画で。バイバイ。